になりますが、実はまだ日本選手のメダルの可能性のある競技がある。それがパシュート。小倉さんもこれは肉厚にやってくれと言い残した。肉厚に言ってきました。今日は私のメインジョブでございます。明日、そしてそれから明後日、女子の団体パシュートの競技が日本時間の朝行われますけれど、これ女子団体パシュートって何？これショートトラックとは違うんですよ。スピードスケートのリンクを使いまして1周